今日もあなたと百姓天国、本日は2019年3月6日とかですか、第1の火曜日、第1週火曜日ね、収穫出荷日でございましてね、朝から追われておりますが、さて、先ほどはね、からしな、ね、路地でのからしなをね、収穫いたしましたが、次はですね、葉大根、ね、これはトンネル栽培ですね、栽培ができてまいりました。よいしょ、出荷いたしますと。今年はね、ちょっとね、いろいろ作業がちょっと遅れておりまして、このトンネルもね、本当はここ全部埋まってなきゃいけないですけど、まだね、本当にできてなくて、いやはやということでございます。いろいろなね、やっぱりなかなかね、計画通りにはいかないんですな、なかなかね。さあ、そういうことでヘッドセットして、もうこの時期はね、葉坂駅にね、冬の野菜がね、出来く終わりを告げて春へとね、向かう時期のことでしてね、葉坂駅ね、葉物がね、ちょっとした葉物系が中心になってまいります。まあ毎年そうなんですけどね、このうちはね、小松菜とかはほとんどね、こういうトンネル栽培とかで作らずに、この葉大根を割と作るんですね。こんな感じですか。ちょっとあれだね、結局このどうですか、葉大根ってね、俺は好きなんですよね。これ良くないですかって言って、あんまりね、なんか出回ってるのは、まあ葉付き大根っていうのもまああるとは、まあ青首でね、春出しますけども、このここの部分がやっぱり味噌汁うまいじゃないですか。なのでね、俺は意外とこれを作るんですよ。はい、ちょっとね、暑い、ちょっとは暑い時期に入ってきますので、ちょっとこうやってね、枯れてる部分もありますけれども、ほんとね、ちょっと入れてあげるだけでね、美味しいですよね。どうですか、こんな感じでね、そんな量はね、ちょっとトンネル栽培ですから入れられないですけどもね、ちょっと痛み出てますけど、どうですか、美味しそうじゃないですか。ちょっとトンネル開けといた方が良かったですね、これね。よいしょ、こんな感じでね、よいしょ、美味しそうですね。よっこらせ、葉大根ね、やっぱ発芽いいですし、意外とね、失礼しました、使い勝手がいいと言いますかね。俺はこれね、味噌汁入れるのが大好きなんで、まあそういうようにね、お客様にはそういうレシピを入れてね、おすすめしております。俺は花粉症じゃないんですけど、嫁がね、結構花粉症でして、まあ現代人ですもんな、そんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、まあ花粉ってね、本当に今年は多いんですか、大変ですね。同じ雪の中までもね、やっぱ多いですよね。研修してる時からね、いろんなそういう花粉症をはじめ、何ですか、豚草とかそば、あと麦アレルギー、皆さんも今はね、いろいろなんでしょう。多分私だってそりゃ細かく細かく調べりゃなんか出るんじゃないですか。もう今はね、そういう時代ですから、僕のお客様もね、本当にそういった形、いろんな形でその悩まれてね、いて、そういう安心安全なお野菜ということでね、たどり着いて、来てくださる方もね、多く いらっしゃいますよ。ね、からね、少しでもね、そういった方にね、貢献できればっていうのはね、常日頃、この20年をずっと思ってやっておりますけどもね、大変な時代でございますよ、本当にね。よいしょ。よいしょ、開けないとダメだな、やっぱりなかなかのデロンデロン感、よいしょ、ちょっとちっちゃかったですけどね、まあまあ前倒しで出します。よいしょ、
しょ。この20年ね、本当にまだアマゾンも楽天もない、まだ旧時代からこう、まだ本当にネットの黎明期からね、直接販売とかにこだわってやって、ね、この20年来ましたけど、やっぱり本当に1年ごとですよね、消費者が本当に変化していきましたよね。で、まあやっぱりその変化にはね、なかなか農家っていうかね、私ついていけなかったかなっていうのはありますよね。まあ今こうやってね、 YouTube とかもやってますけど、どうなんですかね、本当によくわからないです。はい、何が正解でってね、わからないです本当にね。まあ私のようなアウトサイダーの有機農家はね、もうゲリラ戦法と言いますかねそういった形でしか生き残ることができませんので、もう最初からね、そんな正当的な、やり方ではね、やってきておりませんですんでね。何が正解なんでしょう、本当に今の時代ねよくわかりませんが、まだね、私自身本当にこの20年のこの変化の中でね、どういうふうにしたらね、消費者に寄り添うなんて言ったらちょっと大げさですけどね、なんかどういった形でその消費者の